こんにちは、リンゴ編集部です。リンゴは、2009年創立の学生による学生のためのフリーペーパー制作団体です。大学生って時間が割り余ってて、なんか何していいのか分かんないっていう不安な人がたくさんいると思うんですけど、そういう学生をターゲットに、リンゴは学生に何々させるっていうことをコンセプトに、年に3回出しています。前回ならば夢を見させる、前々回ならば恋をさせるといった内容です。その中でも活動的な学生団体さんにインタビューさせていただいたりもしています。こういったことを、形にして、秋の学生フリーペーパー祭典である SFF の上位入賞を狙って活動している団体でもあります。これがいろんなものです。出したものです。こういう感じで会議を進めていっています。みんな仲良くてとっても楽しいです。次の棒のことなんですけど、次はテーマニッチです。ニッチってちょっと聞きなじみがないかなって思うんですけど、隙間っていう意味で、次は隙間産業とかに重点的に取り上げて、学生さんたちの知らなかったことに目を向けてもらおうっていうことを考えています。具体的な企画はこういう、さっきにしたやつです。漢字は5、リンゴの5です。これは鳥とか生き物を表す言葉なんですけど、リンゴっていうのは本だけじゃなく人があってこそだなっていうことで、そういうこと、そういう人たちに感謝しながら、活動していきたいなと思っています。はい、楽しいです。とってもありがとうございます。さっきも言いましたけど、活動的な学生団体さんにインタビューとかさせていただいて、乗っけさせてもらったりしてるんで、興味がある人は声かけてください。ありがとうございます。